好きなこと一番最初に飽きたやつが負け選手権。よいしょー。どうも、ちょうだいと。アキト。のせと。もちです。はい、ということでね。はい。まあ、好きなことってみんなそれぞれあるじゃないですか。はい。はい、あれだったら、まあ、最近サウナ行くとか。はいはいはい。サウナこの前断られましたからね、僕。断ったけど。まあそうなった時に、いや俺これ好きなことだったらずっとやってられんなと思ったの。うん、確かに。だから、まあ好きなことだったら一生やってられんじゃないかっていう、してもらいたいと思います。検証か。そうだ、検証、当然。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 まあということでね、みんなそれぞれ一つずつ、うん、まあ好きなことをあげて、うん、それをやってもらって、うん、まあ何時間持つのか。うん、はいはい、まあ何年間やってられたのかっていう、何年間っていうのを今回はやってもらいます。はい、はい、というわけで今回は好きな人一番最初に飽きたやつが負けた。好きな人が好きな人じゃない好きな人じゃない違う違う違うそしたら大変だからダメなんですよ。というわけで今回は好きなこと一番最初に飽きたの負け選手権です。やっていきましょう。はい、じゃあ野瀬から今回やる競技を発表してもらって。はい、まあ、のせが、まあ、今回やる競技はゲームです。はいはいはい。まあ、私はですね、非常にゲームが好きでして、うん、寝る間も惜しんでやっちゃうぐらいですね。やってくださいちなみにタイトルは、タイトルは Apex Legends。 あー、アペね。アペです。アスペルガーが多いって言われてるアペ、ね、悪い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 を、まあ、やってきましたと。ゲームかー。やってきました。まだやってないですよ。あ、やって行きたいと思います。じゃあ僕いいですか。はい、はい、僕ね、ダーツで。なるほど。あー、ダーツ？多趣味ではあるけども、うん、プレイするって意味ではまあダーツが一番好きかなと。でまあちょっと飽きない逸話というか、うん、そういうのはないんですけど。ないんかい。ないんかい。スポーツって飽きない。まあ、まあ、飽きる。で、じゃあもっちは M1 ということで。いや、そうなんですよ。そうなんですけど、そうなんですけど、はい、あのね、二人と違って僕趣味ないんですよ、正直。そうなんですか。え、女遊びじゃない。ないっす。しみりもしないっす。しないんだ。週5で遊んでるんじゃない。週5、週0。週5、週0。年0。年0。年0。いや、なんですけど、まあなので、まあその、まあ僕はお笑いかなっていう。テンション低い。お笑いしかないみたいな話いな。僕にはお笑い見ることしかないみたいな。せめてやれよ。やってる側のやつが言うならいいけど、見るしかないよ。意味わかんない。え、DV、あ、なんかあんだっけ？アマプラで見ました。ああ、見ました？あ、見てないです。アマプラで見ました。じゃあまた、3週間後ぐらいに。はい。はい。ということで、やってきてもらいました。ありがとうございました。あー疲れたー。じゃあ誰から行く？はるから、はい、一切の自信がない。なるほど。あー、そうなの。ということでじゃあはるき、はい、それでは VTR をどうぞ。僕の好きなことはダーツということで、現在23時42分。どれぐらいねぶっつけできるかちょっと想像つかないんですけど、普段友達とダーツしに行くときは2時間ぐらいでまた疲れて飽きてやめますね。それがこう一人になった時にどれぐらい短くなってしまうのか、はたまた伸びるのかっていうところがちょっと見どころかなと思います。まあおそらくね1時間は最低でもやると思うので、ちょっと画面録画は今回なしで行かせてもらいます。多分 iPad が耐えきれないと思うから、目標はまあ2時間かな、一人で頑張ろう。よし、記念すべき1ゲーム目。今の終わり方はめっちゃ綺麗。701ゲームでブル5回。微妙。今ね12時16分ということで、43分から始めたんで34分経ちました。ちょっと飽きてる。飽きっていうか疲れ。こう投げるから、こうね、
こう投げるからここがめっちゃ痛い。足もね、この前足が疲れるんですよ。でこの痛みとか違和感に邪魔されると集中力下がってスコアが落ちてやる気なくなるっていうループに入るからやばいかもしんない。まだ全然できるけど。あー来た。飽きた、まあ飽きたっていうか疲れに勝てない。これも飽きですよね。何事もその疲れとともに飽きが来ますから。ふぅ、ダーツは部が悪かったかもしれん。というわけで、はい、タイムがはい1時間20分です。おー、短いなと思うじゃないですか、はいはい。いや1時間20分はなちょっと弱いんじゃない。いやでもさ、いやそうやってる時に思ったんだけどさ、お前ら座って目動かすだけやん。いやまあそうだね。まあね、次僕かな。おお、そうなんだ。じゃあいいよ全然。いいっす、はい、それでは VTR どうぞ。ということでね、まあ今回僕はですね、まあもう優勝するために今回ゲームかなということで、まあ飽きるまでねゲームをやっていこうと思います。ちなみにですね、まあ今回はゲームということでね、まあ生配信をやりながら、まあ、やっていこうかなと思います。その方がね、まあ、飽きることないと思うので。ちなみにゲーム画面が見たいというそこの方、私個人チャンネルを運用してましてですね、そこでたまにゲーム配信とかするんで、よかったらチャンネル登録してください。それではやっていきましょう。よーいスタート。やっていきましょう。はい、というわけで1時間10分が経過しました。まあまだまだいけるんで、このままあと2時間もやっちゃうと思います。ということで2時間半が経過しました。ですね、まあ、ご飯をね、まあ、この間に食べてるので、まあ、大体30分として、大体まあ2時間がゲーム時間として当たってるかなと思います。やっぱね、やる人がいないとねできないですね、ゲーム。まあ頑張ってきます。はい、ストップ。疲れましたね。まあ、すぐ飽きるねこれはね。うん、いやとにかく疲れました。うん、目と頭がすげえ痛いです今。というわけでね、はい、まあ、ゲームをしたんですけれども、うん、タイム3時間2分。おー、おー、でもまあ意外に短いな、ね、ゲームにしては、うん、ゲームをねやってくれる友達がいなかった。寂しいやつだ。そのどんな感じで飽きたの最後の方。なんかね、普通に面白くないなって思ってた。もうちゃんと飽きじゃん。もう趣味が収束しちゃってる。そう、ね、確かに。いやないじゃん、もうもうやんない、嘘つけ。これかな。じゃあ最後もちお前しかいないんだ。確かに。じゃあまず VTR どうぞ。はい、ということで M1 グランプリ担当のモチでございます。 M1 僕何回か見てるんですよ、全シリーズ大体。なんでまあちょっと不利かなと思うんだけど、まあ、自分に忠実にねやっていきたいと思います。ということでただいまの時刻が9時39分ということで、まあ、今から始めて、まあ、何分後に飽きるかをね測っていきたいと思います。あとね、ゲームと違ってこうやってる映像とかもないし、ダーツみたいにこうシューってやっちゃダメなんですよ、著作権的に。はい、ということで、まあ、今からね見ていきたいと思います。じゃあまた1時間後とか、まあこの一作終わったらお会いしましょう。さよなら。ただいま1時間経ちました。ということでまだね途中ではあるんですけど、まあとりあえず1時間経ったからちょっと報告はしようと思って動画を撮りました。まあ大丈夫、まあね、あとまあ44分ぐらいあるんですけど、まあ、全然飽きずにまだいけるんじゃないかと思います。ということでこれが終わったらもう一回撮りたいと思います。さよなら。ただいま11時31分で、だいたい2時間が経ちました。そして、1作目のね、2001年が終わりましたので、まあ、次のね、2002年をまあ順当に見ていこうかなと思うんですけど、意外とね、飽きないね、本当に。まあ、ということで、2002年をまた見て、まあ、1時間経ったら、また連絡しようと思います。ただいま12時59分、まあ、1時前なんですけど、なぜこの時間にね、もう一回撮影したかっていうと、
自然にね、自分が飽きてるのかわかんないですけど、なんか集中ができなくなってきたんですよ。片手間に見たいぐらいになってきちゃって、飽きました僕。まあまあまあ、勝機は別になくはないんじゃねえかなっていう感じです。まあということで、まあ今多分ね、結果発表してる最中だと思うんで、引き返します、そちらに。で、まあ、帰ってきたわけなんですけど、はい、おかえり。まあまずね、何よりね、ゲームと比べてすることがない、うん、あ、確かに見るだけっていうのはね、確かに確かに結構やばい。動きがないのは結構きつい、まあ、きついって思った瞬間にやめたから、きついって思った、そう、飽きたらだから、はいはいはい、その頑張ってはない。確かに確かに、なるほどね。僕の飽きた時間は3時間20分。おー、長い。いや、長い。いやね、意外と飽きなかったね。お前好きやん、めっちゃ。いや、好きかもしれん。すげー、好きかもしれん。邦画2本分じゃん。じゃあ、そう、本当にもう映画見てる感じだよね。もう全コンビ見てたのよ。だんだんその面白、あんま自分の好みじゃない人が来ちゃって、まあだんだん差が2002年。確かに2002年。ちなみに誰ですか？鉄腕とトモが面白いんだけど、面白いんだけど、面白いくやん、面白いんだけど、今の空気とはなんでだろうっていう、あの空気がもう見てらんなくなっちゃって、で、なんかその審査員にお前こんな M1 出るコンビじゃねえよみたいに言われて、それを見てもなんかだんだんつらってなっちゃって、こっちもつらいんだけど、そっからもうだんだん落ちちゃった。まあ僕は3時間20分だったということで、おー、優勝ありがとうございます。これなんか優勝したらなんかありますか？じゃあ決めました、はい、今。はい。今の怖いよ、今決められんの。まあ、春樹だったら、うん、あれ、春樹が1位になったら、うん、まあ、ダーツの大好きってことで、まあ、ダーツの大会に出てもらおうかな。やばっ！思ったんだけど、まあ、待ってください。まあ、R1 出場でもいいんじゃない？やばっ！いってらっしゃい。俺滑ったら吐いちゃうかもしれんな。ほんとにおもろいじゃん。おもろい。まあ、というわけで、皆さんも趣味はほどほどに。バイバイ。バイバイ。